はい、じゃあ自宅でできるトレーニングを2人から紹介してもらいたいと思います。はい、じゃあ一つ目、家の中でできるトレーニングなんですが、マンションとかだとちょっと、まあ、あの下の階の方に響いてしまうかもわからないのと、フローリングでやる際は、靴下は脱いでいただけたらいいかなというふうに思うんですけれども、一つやるトレーニングとしては、タイルみたいなのが1枚あるところ、ないしは、線が十字に引いてあるようなところで、やるといいかなと思います。ちょっと、ここないので、ちょっとないんですが、ちょっとやってみると、まあここに、まあタイルが1枚あるとして、やっていくんですけれども、このまま前側のタイルの方に両足で出て戻ります。次に右側に出て戻ります。後ろに出て戻る、横に出て戻るっていう、縦横後ろ、すみません、縦右後ろ左の順番、もしくはその逆でもいいです。どちらでも回り方は構わないんで、縦戻って横戻って後ろ戻って横戻ってっていうのを3周できるだけ早くやってください。で、これやるとすごく難しいのが何かっていうと、要は早くやっていくとだん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 軸がぶれてきます。決まった、枠内に戻らないといけないのに対して大きく出てしまったり、横にできらなかったりして、ずれてしまって結構、ずれたりすることが多くなるんですが、しっかりと、お腹に力を入れて、イメージは体幹をしっかり作って早くに動くようにしてみてください。やっていただくと結構しんどいと思います。で、それができる方っていう、できる割と簡単だなって思う方は、ね、何かこう障害物を置いていただくと、それを、まあ、ハードル、ミニハードルみたいなのを置いていただいて、それを超えるっていった形になってくると、より難しくなってくる。ジャンプで毎回飛び越えるってこと。そう、目安でもいいです。足を高く上げるでも構わない。いいジャンプで行くっていうのも一つのやり方なんですが、高くなればなるほど、軸っていうのはブレやすくなります。それをしっかりとブレないようにやる、走らされた時に体が折れないように、動かされた時に曲がらないように、サーブを下げた時に体が折れないように、いろんな場面で体幹で必要になってくると同時に、下半身は強ければ強いほどボールにしっかりと力が伝わっていくので、そのあたりも意識してやってもらえたらいいかなと思います。もう一つは、ちょっと説明が難しいので実際やってみます。はい。とりあえず、手をついてもらってます。はい。手に一歩出してもらって、足、手の横に、手の横、はい、手の横に、はい、戻す。これをリズムよく、何往復、3往復、もっと、10や早くです、これ早く、最初はゆっくりでもいいんですけど、うん、できるようになってきたら、おお。早く、これをやると、すごくしんどいです。きつそう。なかなか、しんどいんで、この時にできるだけお尻が上に浮かないよう意識してみてください。上にお尻が浮くと、それだけ、短くなってしまって、簡単になってくるんで、できるだけ低い位置を保ったまま、やっていただけるといいかと思います。はい、今回はですね、こういった形で、素振り、それから、まあ、ボールを使ったボール遊び、それから、トレーニングを簡単に3つ紹介しました。で、なかなか自粛期間で、コートに行けないとか、なかなか外に出られないとかで、ストレスも溜まると思うんですけれども、それをうまくですね、上達する方向に、力を向けてもらえたらいいかなと思うので、意識しながらやってみてください。ご視聴ありがとうございました。詳しくはドクターテニスラボで検索。チャンネル登録もよろしくお願いします。